どうも、ロクロック日のエンタメラボへようこそ。ロクロック日のペチとケメロチとチョナユキことサクですね。注文完了。何を注文したんでしょうか。関東平野を集めたクッキーをちょっと、ということで、狼くんには騙されない第7話直前考察ということで、本日も始まりましたが、明日に放送がね、7話が迫ってるということで、本日もたくさんのコメント、本日はなんと100件以上のコメントをいただけたということで。いや、84件って書いてますけどね。いいだろうよ、細けえことは。100件以上。あ、まあ、四捨五入したら100件か。そうですよね。いいじゃないですか。ありがとうございます。僕も多くなってきて。ね。まあ、コメントのほとんどはやっぱりね、ヨシキがどういう風な恋愛模様をしていくのか、とか、ヨシキが怪しいとか、やっぱりヨシキがコメントの中心でもありました。ああ、やっぱ。あとはガク。やっぱノアちゃんガク。ノアガク推しがやっぱ増えてきてるんで。なるほど。ね。山あり谷ありだったじゃないですか。ガクね。そうだね。なのでよりやっぱ応援したいなっていう気持ちも増えたんでしょうね。やっと成就した。そう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 。いいじゃないですか。はい。ということでね、その辺を中心に本日もやっていきましょう。はい。狼くんには騙されないは毎週日曜夜10時から放送されている恋愛リアリティショーでございまして、僕たちの動画はその翌日月曜日の朝9時半に直後考察という形で動画を上げております。そしてその直後考察についたコメントをまとめて再考察した直前再考察動画というのを放送前日の土曜日に上げておりますので、こちら3点セットでぜひ楽しんでいただければと思います。そして僕たちは他の活動もしておりまして、僕は4畳半同棲生活というね、個人チャンネルをやってて、なるほど、はい、いろいろ上げておりますのでぜひよろしくお願いします。はい。そして27万人の TikToker も抱えているスーパー集団なので、私たちはスーパー集団だな。そう考えると数は持ってますよ。そうなんです、そうですよ。はい、なのでね、ぜひその辺もチェックしていただければと思います。お願いします。はい、ということで本日もやっていきましょう。はい。じゃあまずはですね、まあヨシキがやっぱり多かったのでヨシキがほとんどなんですけども、その前にガックンのコメントを一個読みたいなと思って。ガックン、はい、あの前回ね、ノアがあのガックンに対して結構気持ちを伝えるというか、結構ノアちゃんにしてはなんか勇気振り絞ったのかなと思うぐらいさ、ノアちゃんっていうのはさ、あんまりその好きな人に心開かないタイプに見えるじゃん。うん。でもあれだったんじゃない、狼と疑ってたからこう、やっぱり思いがね、そうかそうか、言ってもしょうがないみたいな感じで、やっぱりひなちゃんとかも相談しつつ、やっぱ自分の中で決心できたんで、そうかそうか、これからもっと見れると思います、ノアちゃんのもっとラブリーな、ね、いいね、見たい。そう、コメントにも結構あって、ね、その女の子の顔になってたとか、恋する女の子になってたとか、よく気づきました皆さんね。確かに気づいてるから、言われなくてよく気づきましたよみんなね。ただガク君の反応があんまり良くないぞということで、で僕たちはまあ俺中心だけども、まあ照れてるだけじゃないと俺は思って、ただやっぱりガク君っていうのは狼だから、狼だからこそその辛い気持ち、申し訳ない気持ちになってんじゃねえかっていう、まあ考察もしたじゃないですか。で、確かにそういうコメントもあったんですけど、やっぱりガク君っていうのは、テレ屋さんというか、普通にそういう人なんじゃないかっていうコメントが来てたので、それをちょっと読みたいと思います。スノーブラックさん。ガク君についてですが、この間東大王に出ていて、そこで初めて早稲田大学在学中だと知ったんですけど、高学歴の人あるあるなのかな、私が見てきた勉強してきてる人は恋するとあんな感じになるっていう印象があって、普通に恋してるだけじゃないかと思いました。耳が真っ赤だったことからも恥ずかしがってるのを必死に隠してノアちゃんに照れてるのがバレないようにしていたように見えましたと。そのシャイな感じにもうどっぷりのノアちゃんがハマっちゃってるように感じましたということで、なるほどね。まず驚いたのが高学歴っていう、早稲田、現役早稲田生ね、ちゃんとしてんじゃん、ね、するよ、すごいな、どこで勝てんだ俺ら。ないでしょ、もう無理やな、臭さです。確かに確かに確かに臭さ、俺らのね臭さはね、右に出るもんいないです。もう男臭さで有名ですから。そうだね、抜くたびに臭いですから。抜くたび、あなたは違うんだ、ずるいな。私も違う、私もです。なんで俺どっちに気使った、私もですよ。いや、すごい、ガク君すごいな。だからその優等生すぎて、恋愛がなんていうか経験不足だから、ちょっとこうウブな反応があるのかなっていう回転ですよね。まあ確かにね、やっぱ高学歴の方っていうのはさ、ちょっとその犠牲にして勉強してた部分もあると思うんですよね。その恋愛をちょっと犠牲にしてでも勉強してる人とかも多いとは思うので、まあそういう面から言ってもガク君っていうのはそこまで恋愛をしてこなかったからこそ、なるほどね、今までもすごい勇気振り絞ったああいう行動して、確かに確かに確かに、で振り向かれたらただただ照れちゃうっていう、いやいや全然いいやつやんっていうか、いや可愛いね、可愛いよ、ガク君って可愛い、ガク君ねどんどん可愛くなって、可愛いな、やっぱ最初さ、男子メンバーの中でも有名というか、一歩ね
あの名前が売れてたからさ、うん、そうだね。で俳優さんでもこうしっかりされてますんで、うんうん、こうすごいナルシストの一面とかなんかすっごい芸能人が強いのかなと思って、ね、一般の人より、うん、そうだね、本当そう。でも蓋を返して見てみると結構一般人寄りなんだね、反応とかも、ね、なんか本当男の子、うんうん、感じがしてるね。そう、そんなに染まってない染まってない感じしますよ。あとあれか、俳優業もやっててさ、うん、現役早稲田生ってことで、うん、超忙しい。超忙しい、超忙しい。なかなか、ね、してきたんでしょ。そんな余裕なかったのかもね、うん、ちゃんと恋愛して。それこそイケメン、ジュノンボーイでバン行ってね、そうだね、駆け出しですから、うん、そんななんかね、一般の方とちょめちょめしてる時間ないのよ、うん、事務所がもう売り出すから。確かに。初恋の可能性もあります。初恋ででもあんな、あ、無理か、うん、あんなさ、プラネタリウムとか行ける？もう調べとんよ。初恋だからこそあんな初手で大きく出ちゃった、うん、好きな女落とすデート。あー、かわいいね。デートプルじゃないの。でもなんかそうなるとなんか割と繋がってくるよね、うん、あんま恋愛慣れてないからこそちょっとね、まだ付き合ってもないのにあのデートどうなのみたいな話もしたじゃん、うん、確かに慣れてなかったら全然それもね、そうよ、うん、なっちゃうよね、そういう風に。そうよ、だから知恵袋に頼んできたんだ。初めて好きな人と遊び行くんですけどどこがいいですかねみたいな。したらちょっと悪ノリでプラネタリウムで手繋いじゃない。誰だそれ、ベストアンサーにしたの。ベストアンサーはやめとけ。ガクくんがベストアンサーしたの。っていう可能性もあるぐらい、ガク君っていうのは純粋な ね素敵な男性なんじゃないですか、っていう意見も多いですね。はい、うん、いいね。まあ純粋じゃなかったらやっぱあのピスタチオのあれは出ないよね。マジでマジで確かに出ないね。あれさ、俺似てねえなって思ってたのよ。そうやってたじゃん。で俺見返したらマジでマジでだった。そう、本当にやってた。マジであんな感じだった。本当にやってたよ、ね、マジでやってるからね。ぜひもう一回見てください。ください、すっごい可愛いんでね、うん、はい、ということでガク君はこういう面もあるということで ね、まあ、まあ、怪しいは怪しいけども、そうですけども、まあ、まだね、うん、そういう面もありつつも、ね、ありますね。ガク君は高学歴っていうのがまた一つ分かったことということでございます、はい、そしてこっからはヨシキ出ましたに行きたいと思います。ちょっとカイトのコメントもあったんですけど、今日はちょっとヨシキにね、うん、ピックアップしてヨシキ、ね、ここ最近カイト結構怪しんできたので、はいはいはい、今回ちょっとヨシキに行きたいなと思いまして、うん、まあヨシキっていうのは、うん、まあずっと追ってた側だったのに、追ってました、うん、ここに来て追われる立場になりつつある、うん、大逆転の雰囲気が出てきてるということで、うん、まあ怪しさもその分増えてきてるし、うん、で今後ねどっちに行くのかっていう疑問もあるので、その辺もいろいろ触れていきたいと思います、はいはい、まずはヨシキが狼なのかどうなのかっていうとこのコメントなんですけど、うん、こういうことでヨシキはマリカちゃんに対応ラインを使ったんじゃないかみたいなコメントを読んでいきたいと思います。なるほど、はいはい、あやさん、私はずっとヨシキくんが狼だと疑っているので、今回ヨシキくんがマリカちゃんに使った対応ラインはひとみちゃんが来るのを誘ってるのかなと思いましたっていうコメントがまずあります。あ、はい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 、そしてこれをもっと詳しく言ってくれた人がいるので、うん、これも読んでいきます、うん、レイマルさん、いつもこの狼シリーズの考察動画を楽しみに見ています、ありがとうございます。そして、私もヨシキくんの対応ラインはひとみちゃんが来ることにかけてるのかな、うん、ともしマリカちゃんに対して気持ちを伝えるだけなら月ラインで終わる話ですが、わざわざ対応ラインでマリカちゃんを誘っているので、ひとみちゃんに対しての駆け引きなのかなと思いました、ということで、そういう作戦でヨシキはあえて対応ラインを使ったんじゃないかっていう考察ですよね、この二人の方、うんうん、なんか俺らはさ、逆に月ラインを使わないっていうことは、まあもっとラフに太陽ラインでマリカちゃんのことちょっと気になるんだよねぐらいっていう予想したじゃないですか、はいはいはい、そうですね。でも逆に考えると太陽ラインを使ったっていうのは他の人も来るチャンスがあるってことだから、うん、なんかいろんな駆け引きに使えるというか、うん、どう出てくるか、どういう出方をしてくるかっていう見てる、なるほどっていう可能性もあるのかなと思って。あ、まあ、そっか、そうラフに使ってるっていう面もあるけど、意外にそれを使うことによっていろいろ見えてくるもんもあるんだよね、うん、太陽ラインっていうのは、まあ瞳をこう揺さぶってるっていうことですよね。そう、そういうこと、そういうこと。マリカを出しに使ったってこと。そう、この二人の方はまあそうかもね、どっちかっつうと出しに使ってるってことはマリカちゃんに、いやそうよ、気持ちあるっていうのは言わない、言わない、逆に言うとね、要はそこはあんまり触れずに瞳が来るか来ないかだけで自分の中で決めて、うん、見てるかもせんから。そうそうだ、ね、そうやったらクズ男だ。確かにな。いやそりゃダメよ。なんか急になんだろう、ヨシキらしさがなくなっちゃったね。いやそうよ、頭が使うな、なんかね、そう、頭使う行動いきなりしだした。走ってよ、お前筋肉なんだからな、頭の脳は。そうね。ね、もうちょっとそんななんかね、頭いいことできちまうとやっぱり狼路線はもうすごい、あれ、ね、ヨシキは濃厚になっちゃいますよ。濃厚になるよね。まあ、そうね、一気に疑わしい行動になるよね。そうだけど、あそこの対応ラインはマジで重要やし、重要だね。あ、でもそうか、瞳が好きすぎるのが狼じゃないっていうのもあるのかな。あ、まあだからコメントにもあったけど、うん、
やっぱりこのまま瞳に行くなら岡見説っていうのはちょっと減るのかなっていう意見も、まあ、なんかね、やっぱりまあ普通に考えたらそうだよね。やっぱ難しい方を狼として選ぶ可能性は低いと思うから、うん、もう全力で瞳を好きになって恋の駆け引きをやってるっていう可能性もあるんだもんな、まあ、そう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 、狼じゃなかったら、うん、ここが難しいんだよな。そう、そう、じゃあここからはですね、うん、まあそのヨシキが俺らの予想だと、はい、やっぱマリカに太陽ラインを使ったっていうのはシンプルにマリカに気持ちがあって、そう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 、でまあちょっと好きになりつつあるんだよっていうコメントをして、うん、はい、その後に瞳から、まあ、太陽ライン付きラインが来て瞳からも恋を伝えられて、はい、うん、やばいどうしようとほほっていうことになるじゃないですか、ね、前回ね言いましたね、はい、っていうのは俺らの予想なんですけど、うん、結構ね次元じゃねっていうことが多くて、あらあらら違いますか？違うかな？結構ね、うん、でも確かにいろんな面から見ると違うかもなっていう面もあるんで、うん、ちょっとそれを読んでいこうか、楽しみにしましょう。クンハンさん、ヨシキに関しては自分はひとみちゃんに行く気がします、うん、このままいついずに行って太陽ラインでマリカちゃんにまだひとみちゃんを諦められないってはっきり伝える、そしてひとみちゃんにもっとはっきり好きって言う、でスタジオの人たちのヨシキもこんなこと言えたんだになるんじゃないかと思いました。あ、ということで、うん、でもう一個読みますね、はい、タッツーさん、5話の予告でヨシキは俺は変わらないよみたいなことを言っていたので、マリカに太陽ラインで自分はひとみを選ぶという気持ちを伝えるのではないでしょうか。マリカが泣いてるシーンもあるのでその可能性もあるかなと。しかしひとみがラインを使いヨシキからの告白に似た思いを受け取るも、私はマサを選ぶという答えが返ってきたため、マリカとの関係を断ち切ったのに報われずヨシキがトホホとなるのかなとこんな辛いことある？うわーすごいそっちのトホホ、その残念だ、もうしょうがなくて、ね、もうさ、それはさ、俺らのトホホはモテちゃったよ、うん、トホホなのに、うん、全然ダメじゃんトホホの可能性もあるのかなっていうコメントですよね。マリカにね、言わなきゃよかったなみたいな、そうそうそう、そうしたいいと思うな、いいと思う、それよくないけどねでもね僕パッて思い出しちゃったんですよ、うん、今このタツさんの意見聞いてね、はい、あ、これも確かに面白い考察だなと思ったんですけど、うん、次回がヨシキ覚醒しちゃうんですよ。確かにそうだよね、だからね、あのレベルアップしてるってことなんで、確かにこうなんかヨシキがこう振られるっていう回にはならそうな気がするんだよね、俺は。そうだよね、やけん2人から2人から追われる、そう、まあ、だから一番のモテようになっちゃうよっていう、そうだよね、まあ、それ見たいけどな、覚醒っていう俺らの予想だよね、うん、予告なんで。なるほどね、まあ確かに予告のね使ってないシーンが多かったりね、うん、そうなんだね、出てないシーンもいっぱいあるんで分かんないんですけど、うん、確かにそのヨシキが瞳に対して俺は気持ちは変わらないっていうのを言ってましたけども、そうなんですよ、あれ出てないのよ。そうだね、前回出てないの、出てないってことは今後あるでしょ。でマリカといい感じになってるわけでしょ、うん、でもまあでももう一回やっぱ変わんないってなんのかな、めちゃめちゃかっこやな、まあ、そんな瞳、まあそうね、マリカちゃんにやっぱ太陽ラインでどういうかで全ては決まる、まあ確かにそうなんだよね、そこがやっぱり俺は瞳が好きだだったらもう全部がタッツーさんの言う通りになる可能性はある、うん、そうだね、で瞳が答えてくれるかはまだ微妙やね、うん、そうだね、そうよね、そうそう、まあでもそこ答えてくれたらトホホ顔にはならない、ならないね、うん、ならないんじゃない、ならないんじゃない、うん、オッケーだもんね、いや、オッケーもっと喜ぶだよね、そうそうだよね、っていう感じでですね、はい、確実に7話っていうのはヨシキ界であることは間違いないので、間違いない、これでヨシキが全然出てこなかったら俺はもう予告を見ないことですよ今後ね、もう訳が分かんない、あえてね、見ないのもあってかもしれないよね、マジマジ、最後に、はい、じゃあヨシキが狼なんじゃないかっていうコメント、うん、探偵がいました、うちには、はい、まだまた探偵雇ったっけ、探偵がいました、あらあ ら, あら、今回も12の三太郎さん、三太郎さん、ありがとうございます、中間告白の比較ということで、男子メンバーを平等な条件で比較できて、なおかつ狼くんならノット狼宣言は確実に嘘をつかなくてはならないので、ヒントはここにあると考えました。なるほど、注目したいのは瞬きの数、うん、セリフの長さがそれぞれ違うので1秒あたりの平均瞬き回数を数えて計算してみました。するとヨシキ以外の男子は平均 0.9 から 1.1 回なのに対し、ヨシキは8秒間に14回、平均 1.75 回も瞬きをしています。大事な場面ですから緊張するのはわかります。ですがヨシキは1話でアリサに赤ブレを渡した時、この中間告白6話でマリカに相手役を頼まれた時に瞬きは増えています。全員同じ条件なのにヨシキだけ瞬きが異常なほど増えるのは緊張だけでは説明がつかないと思います。やはりヨシキ君は狼君なのではと思います、ということで、数学の問題ですか、すごいね、すごいすごいですね、断言しますって書いてある、いやそうよ、すごい、あら結構書いてくださって、これすご い, すごい、ね、ありがとうございます、1,2 の三太郎さん、ぜひ全部読んでくださいね、皆さん、すごいね、まばたきの回数まで見るようになったかい、この狼はいやすごいよね、面白い、はあ、でもやっぱ体嘘つかないっていうのもあるし、確かに、
まあ、それもなんか普段からさ、確かにこの瞬き多い人やったら、うん、多い人やったっていうのになるけど、この大事な時、その狼か狼じゃないかっていうのの一番重要な場面で出るっていうことはやっぱり言葉じゃなくて体が反応してるから、うん、この人が、一ノ三太郎さんが言ってることもあるのかもね、全然。いや、そうだよね、うん、やっぱ出ますもんね、瞬きとか演技できないから、瞬きに関しては、まあ、そうか、出てよ。北海道の女の時も瞬き多かったでしょ。もうずっとしましたからね。なんでそれ言うかな。あの時も多かったでしょ。抱けなかったからね。抱けないんかと思って。いいんですよ。それで瞬きよく多かった。緊張しちゃってね。まあ、シンプルに面白かったね。これちょっと読みたいなと思って。すごいね。ここまで調べて、すごいです、ね。計測してたってことでしょ。そうですよ。すごいね。平均出してるから。平均出してる。計算ですよ、これ。その執念が。我々チーム六六組に捜査官、立つ捜査官いましたけども、はい、1位の三太郎探偵もいましたね。すいませんね。スラスラっていうのはやんなくて大丈夫ですよ。一歩一歩。行きましょう。ゆっくり喋りましょう。すいませんでした。ありがとうございます。伝わったと思いますよ。大丈夫、はい、ということでね、依然としてよしきっていうのは怪しいなっていう部分が増えてきてますし、うん、はい、まあね、前回はカイトもやっぱり怪しいぞっていうコメントも多かったです。そうだね、うん、いいシーンではあったけども、確かにね、やっぱりね、アピールにしか見えないな、残念だけどっていうコメントも多かった、ね、うん、あったね。でもコメントにもあったけど、なんか一番狼っぽくない演出をしてる人が一番怪しいんじゃないかとかもあってさ、うんうん、はい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 、なんかそういうのもあるのよ、正直。あ、なるほど、うん、まあ、守られてる編集で。あ、そういうことだ、はいはいはい、その狼っぽきゃっぽいほど狼じゃなくて、あ、すごい守られてるような編集してる人ほど狼っていうのがで考えると、大和田とか、大和田相馬、そうまあ、だって狼っぽくもないし狼っぽくなくもないっていうか、どっちのさ、うん、なんだろう、どっちもないじゃん、なんかそのなんもないなんもないじゃん、そういう今のところそうね、恋する男、そう、普通のさ、なんかそう、ニュートラルすぎるよ ね、 そうね、後半追い込みかけてっていう可能性もあるからね、うんうん、そうそうそう、なんかね、うーん、ヨシキはどっちなんだって俺はちょっと疑問になってきて、そういう面から見ると、うん、狼っぽい演出なのか、いやー、狼っぽくない演出なんじゃない、うん、演出的にはあれはやっぱそうなんだ、うん、回数は多いけども、うん、純粋な男の人っていう演出ではあるどっちだけど、狼でしたっていうパターンの方なんじゃないかな、やっぱヨシキっていうのは、うん、主人公感から言っても狼説っていうのはちょっと出てきてるよね、うん、出てきてますね、うん、っていう感じです、はいはいはい、とにかく7話っていうのをね、楽しみに待ちましょう、楽しみ、はい、ということで、はい、改めてになりますが、狼くんには騙されないは毎週日曜夜10時から放送されている恋愛リアリティショーでございまして、僕たちの動画はその翌日月曜日の朝9時半に直後考察として動画を上げております。そして直前考察という感じでこの動画みたいな感じでやっておりますので、ね、ぜひ直後考察でコメントをつけていただければこっちで読んで皆さんとお話できるっていう機会になりますので、うん、ぜひともコメントお待ちしております。ということで以上66秒でした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでも楽しいななんて思ってくれた方はぜひとも高評価お願いいたします。ということで最後にケメロジェ、はい、ノアちゃんの一番好きなとこはどこ。ノアちゃんの一番好きなところ、うん、YouTube でタコの踊り食いをしてたところが、怖い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 、なんかエッチでした。変なとこ見てるな。